こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンの納品設定をしていて、このプレペアユア FBA アイテムというの中でね、プレップというのを聞かれることがあります。その時何を選択したらいいか、それについての解説動画です。まず、このチューズユアプレップカテゴリーというところを見るとね、アダルト、アパレル、ベビー、チャラチャラチャラのプレプニーディットとあるんですけど、それぞれね、翻訳はこんな感じです。アダルトグッズ、アパレル、毛のついたぬいぐるみとか洋服ですね。ベビー用品、壊れやすいガラスもの、それから液体、シャープなもの、先の尖ったものですね。それから、小さいもの、それから準備不要というのがあるんですけど、これ商品そのものを見てね、小さいなとか、ね、尖ってるなというのでね、梱包してきます。梱包してきますってか、通常はね、販売してる商品ですでに梱包されてるんで、例えば、包丁を食うときにね、ノープレップニーディットと梱包不要にしちゃうと、これ当然ね、シャープなんで、梱包必要です。ただ、梱包された状態で納品するんで、シャープにしても、そのままね、尖った部分が危ない形になってるわけじゃなくて、通常に、箱に入ってね、動いたところでその飛び出さないようになってるんで、それはそれで OK なんで、シャープで、送ると。で、シャープと言っても、こちらの私たちの梱包することは何も必要ないと。で、本当にね、単純にもう、危なくもない、割れもしない、小さくもないというものはね、ノープレップニーディットという形になります。ちょっとね、これね、売ってる状態でこれで送れるっていうのをノープレップに入れて選びがちなんですけど、そうじゃなくてね、元の形状で危なかったりちっちゃかったりしたら、それぞれの項目を選んで、危なくないように、小さいのが、なくなっちゃわないようにということで送る形になってます。またね、この、送り方これでいいんでしょうかというのはね、聞いていただければお答えしてますんで、お気軽にご質問ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。